まあ、プラスっていうことは FX は増加するって言ったよね。っていうことは、ゼロより、じゃあ5番目で、しかも X の範囲が一番ちっちゃいのがゼロでしょ。っていうことはこっから先だったら絶対増加し続けるってこと。意味わかる？そうだよね。っていうことをもうこれ文でこの単純に言っただけなんだけど、ってするとこういう条件があった時に一番 X が取り入れるちっちゃい数を入れてあげれば最小値が出るよねっていう。定義域の中の一番ちっちゃい数入れてあげればさ、それが絶対こっちに伸びるのが分かってればさ最小値が出る。これちょっと三次式だからね、上がったり下がったりでちょっとやりづらいと思うんだけど、そういう理屈を使ってこう解いていくわけ。理屈ちょっと苦手むずいよねっていうのがまず1個、 K が負のとこ。しかもさ、これ FX がさ、まあ最小値で2取ったってこと。